皆さんこんにちは、黒猫のミヤです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の国語の漢字の解説動画になります。漢字の読み取りに関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の読み取りその4。第1問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは危ないです。第2問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは収めるです。第3問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは奏でるです。第4問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えはふるってです。第5問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは生卵です。第6問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは危険です。第7問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは産卵です。第8問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは干末です。第9問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは演奏です。第10問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは奮起です。第11問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは回収です。第12問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは卵白です。第13問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは収集です。第14問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは収集です。第15問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは危ういです。第16問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは幕です。第17問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは奮発です。第18問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは危険です。第19問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは巻物です。第20問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは合奏です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。